はい、どうも、ヒアレスでーす。どうも、カイノです。はい、もうすでに、抽選始まってる分にはなっちゃうんですけども、はいねはい、エアジョーダン1の UNC2 シカゴ、こちらの方の、抽選情報についてお知らせしていきたいと思います。はい、はい、このチャンネルでは、スニーカーやファッションに関するリーク情報や発売情報を動画でお知らせしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、まあ早速なんですけども、はい、まああの、昨日からね、あの、連日お伝えしているように、はい、あの、アトモスさんのアプリの方ですか、あ、ウェブの方ですか、ね、ウェブでしたね。はい。の方で、まああの、抽選の方ができるということで、はい、もうすでに抽選の方始まって、ね、この動画を公開する頃には始まってて、はい。ちょっと見てもらえるのはい。まああの、締め切りが13日の8時59分でしたね。までということなので、はい、まああの、国内でね。そうですね。まああの、スニーカーズでもね、挑戦はできるかと思うんですけども、はい、14日に。まああの、まあ、保険じゃないですか。保険じゃないですけど、はい、まああの可能性求めてられてる方は、ね、はい、はい、あの申し込みされたらなというところ。ただね、はい、あのこれウィメンズなので、そうなんですよ、ね、はい。残念ながらね、はい、僕ちょっとサイズないんですよね。はいはいはい、国内で。そうですね。はい、だからスニーカーの、はい、挑戦できないんですよ。あ、そうですね。スニーカーズとアトモスの抽選ができないということです、ね。まあ国内で売られてるやつは僕もう、ね、サイズがね対象外なんで、はい。はい、まああの海外の方だと、はい、あの私のサイズも取り扱っているので、はいはいはい、まああの海外の抽選もちょっと視野に入れようかなと思っていて、はい、まあ先あのスニーカーズのスタッフのアプリを見てたらですね、はい、もう今まさに、まあ抽選が来てたんですね。はい、抽選来てまして、はい、でまああのサイズの方も、はい、あの US のウィメンズで 16.5 インチまで扱っていたので、はいはいはい、まあサイズあるなということで、まあ、そうですね。メンズで言えばまあ33センチか34センチぐらいまであるってことなんですかね。まああのしかもあの受け取りが東京で選べるようになってたので、はい、あの国内での受け取りも受けてるので、まあただ受け取りの時僕東京にいる時そうですね、はいはい、あとお値段の方がどうなるかみたいなのがありますよね。まああの海外では、はい、あの159ドルというふうに出てたので、あ、そうなんですね、はい、はいはいはい、まあそのままの値段なのかなって気がしますね、受け取りだと。そうですね、はい、まあ日本円にすると1万7000ぐらいかなっていう感じですね。そうですね、一応チャレンジしようかなと思ってます。あ、はい、まあ僕は一応、アトモスさんの今回の抽選の方と、はい、14日のスニーカーズで、はい、まあオンラインチャレンジするっていうことに決めてるんですけど。あ、そうですね、はい、まあ国内の、大きいサイズでなんとかいけそうなんで、はい、なるほど、はい、で、まあ、今回の、はい、まあ、ちょっと俺見てもらいたいんですけど、今回 の、はい、あの UN2 シカゴなんですけど、はい、あの以前ですね、あのフィアレスワンズコレクションのパテントレザーの AJ1 の、はい、あのフィアレスっていうモデルあったじゃないですか、はい、今回の UN2 シカゴと一緒に売られるんじゃないかっていう話がありまして。はい、あ、そうなんですか、はい、結局のところは別々で、まあ、売られてるっていうことになるんですけど。そういう話があったってことですか？そうですね。フィアレスの方は去年も秋売られてるんで、はい。はい。あの、去年の秋か夏ぐらいにこの話が出てきた時にですね、この2つをパックにして、このオールスターゲーム中に売るんじゃないかっていうことがあったらしいんですけど、まあ結局それはなくなったんですけど。AJ1 フィアレスと UN2 シカゴですね、はい、あの比較してる画像があるんで、はい、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、まあ、あの、なんていうんですかね、後ろから見た、あの、なんていうんですかね、2つの、あの、靴の違いはほぼわかんないんですけど、まあね、あの、サイドやったりとか、正面から見たら、まあ、色の使い方が全然違うので、フィアレスの方が白が多いんで、そうですね。まあ、はい、ですね。まあ、あの、パテント使ってるんでね、はい、まあ、あの、全体が明るい、まあ、そうですね、感じには見えますよね。はい、で今回の UN2 シカゴなんですけど、はい、アッパーのレザーの各部分が、はい、なんかヘビーなタンブルレザーを使われてるらしくて、あ、そうなんですか、なんですか、まあ、言葉を受ける通りやるならば、まあ、強度が強いのかなっていうふうに思ってしまったんですけど、まあ、そういうふうに海外のサイトで書いてあったので、うんうんうん、はい、まあ、ちょっとこれ欲しいんで、はい、まあ、狙いたいなと思ってるんですけど、うん、はい、あの、よく、はい、あの、このウィメンズ買うときサイズ聞かれるんですけど、ね、はい、よくコメント欄の方に、そうですね、いただいてるんですけど、はい、なんかやっぱりね、人によって微妙に違う、だいたいなんかプラス1から 1.5 みたいな話あるんですけど、ね、まあ、あの足のね、やっぱりあの高高だったりとか、こう幅が広い、まあ、個人差がありますので、個人差あるので、はい、やっぱり違いもあるので、まあ、あとモデルの形によっても、あ、そうですね、シュートの、はい、まあ、あったりとかもするんで、まあ、一概には言えないんですけど、はい、大体目安としては、僕の足だと、大体 1.5 ぐらいにして、マイサイズの 1.5 ですね。5ぐらいです、はい。買うようにしてますね。僕もなんですけど、1.5 で買うようにしてます、ね。ああ、そうなんですね。はい。だから今回の、あの、UN2 シカゴもですね、メンズのマイサイズの 1.5 を足したモデルで買おうかなと思ってます、ね。なるほど。はい、まあ、人によっては1で良かったりする人もいるみたいですね。ああ、いるみたいですね。はい。はい、まあ、僕は基本的に昔からプラス 1.5 っていう決めてるので、ああ、まず試着できないじゃないですか、オンラインに買うんで。まあね。はい。まあまあ。
っていうことも、ね、探ってくし、探り探りやるしかない、はい、あ、ちょっと大きめやったら、はい、そうですね、はい、インソールかまして、インソールかましてありますもんね、まあ、靴下のソックスの厚みを上げるであるとか、はい、転調整するとかっていうやり方もありますし、ね、そうですね、はい、まあ、僕らに関しては一応プラス 1.5 っていうふうに、そうですね、はい、考えております、はいはい、まあ、抽選の方始まっているということで、はい、僕らも応募の方だったりとか、はい、チャレンジの方していきますので、そうですね、結果の方が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。はい、ヒアレスでした。さよなら。But it's evident, you're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing, visions I had. At Parker's can't listen but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily. Mentally I haven't been acting, now I'm in